夏休みっていうのがあって3ヶ月半ぐらい、それっていうのは、まあ、どこにいてもいいんです。だから例えばなんで日本に帰ってこないんですかとか、日本に近々帰ろうと思ったことありますかとか、日本で働こうって思ったことありますかとか、働きますかっていうふうに聞かれることって、アメリカにね結構長く住んでるとあるんですよ。今アメリカに住んで12年経って、教員はね、まあ5年目が終わりましたけれども、アメリカからね日本に帰りにくい理由っていうのをここではね5つお伝えしたいと思います。じゃあ1つ目ですけれども、やっぱ仕事の時間が増えるっていうことで、これについてお伝えしていきます。でやっぱ大学院をやっぱ日本でやってから僕留学したんです。アメリカで修士博士って、なのでまあ結構大学の事情っていうのかな、日本の事情も分かるんですよ。で外部講師とかも30個ぐらいやって、今までいろんな大学に行って先生とも話したんで、いろんなことって結構聞くんです。でもちろんその日頃の仕事量っていうのも増えるだろうなっていうのも間違いなくあるし、例えばあんまりこれはね日本の先生も聞いてるって聞くんで言いにくいんですけど、まあ、無駄なミーティングがあるとか、教授会っていうなんか教授とか先生方が集まってなんか20人ぐらいで2時間話してみたいな、ほぼ無駄って聞きますけど、だから入試の手伝いとかっていうのはあんまり今はねやりたくないなっていうふうに個人的には思ってます。で一番大きいのが、その仕事期間って日本って当たり前かもしれないんですけど12ヶ月間なんです。アメリカって教員って別に僕だけじゃなくて他の先生もほとんどそうですけど、その仕事期間が9ヶ月間なんです。なのでアメリカだと夏休みっていうのがあって3ヶ月半ぐらい、それっていうのは、まあ、どこにいてもいいんです。だから例えば夏のその3ヶ月でめっちゃ研究する人もいるし、まあ、何もしてない人もいるし、オンラインで授業を教えたりとか、まあ、ちょっと仕事となんかその、まあ、旅行行ったり半々でやるときとかいろいろあるんで、まあ、やっぱりそういうその仕事が増えるっていうのはやっぱり結構大きい要因かなっていうふうに思います。じゃあ2つ目ですけれども、まあ、やっぱり給料が減るっていうことで、これについてお伝えしていきます。で僕もまあじゃあいくらぐらい平均なんだろうって、まあ、ネットで見てみたんですけど、まあ、日本のその助教っていう、まあ、助教授の方が分かりやすいかもしれないんですけど、まあその教員でいうと助教とか助教授、あれか今卵を作っててちょっと見てみましょうか、せっかくなんで。ゆで卵今10個できましたね。今ちょっとね1個食べてきました。まあ、あの日本の平均給料っていうのは、まあ、僕もこれネットで調べたんですけど550万円っていう風に書いてあったんです。でじゃあアメリカの、まあ、同じポジションっていうのは7万5000ドルって書いてあって、これって、まあ、ちょっと今円安がひどいんでここまではいかないとしても今のレートでいくと1070万になるんです。でまあでもそこまでいかないんで、まあ、例えば110円120円とかで計算して900万円ですとか、まあそれぐらいになってくるんです。でやっぱりこの准教授教授とかっていう風に上がっていく時にもまたその差っていうのが出てくるんで、例えば別にこれは大学の教員とかっていうの関係なくて、やっぱり自分の時間をまあなんか売ってで給料もらうっていう感じがあるじゃないですか。バイトとかだってじゃあ1時間やりますとでまあじゃあ1200円もらいますみたいなっていうのがあるんで、やっぱり自分の時間はなんかできるだけ高く買ってもらいたいっていうのは多分誰にでもあると思うんです。なのでその一番とも結構関係してくるんですけど、まあ仕事時間を長くして給料をじゃあ4分の3にするっていうのはあんまりテンションが上がらない感じがあるじゃないですか。そういうのもあってこの2つ目っていうのはやっぱり給料が減るっていうのは大きいかなと思います。夏例えば授業を教えるってなると、それでまたその今の給料とは別にまた給料をもらえたりするんで、例えばそれで給料をもうちょっと上げることっていうのもアメリカの場合は可能なんですけど、日本っていうのは単純に12ヶ月働くんでそういうのがないじゃないですか。うん、大きいですよね、このその給料が下がるっていうのはその帰りにくい理由として。でもまあこれだけは伝えたいっていうのが、まあ、アメリカは物価も高いっていうことですね。例えばカリフォルニアとかっていうのは本当に高いんで、その 2LDK とかって借りるとじゃあもう30万、35万とか40万とかっていうのは普通にかかったりするんで、だからやっぱり給料高いっていうのも普通っていう風に思っていただけるといいかなと思います。じゃあ3つ目に入っていきますけれども、まあ、やっぱりもう12年間住んでるでアメリカの生活にもう慣れすぎてるっていうのがあるかもしれないです。なんか、まあ、これ僕も博士課程のことをお伝えすると、博士課程の時っていうのが5年目ぐらいだったわけですよ。5年から7年の時博士課程やってたんで、で5年の時ってやっぱそんなね迷ってたなと思います。博士課程の1年目とか2年目ぐらいになってからアメリカで仕事取りたいなとか思ってきたんですけど、やっぱりそこで知り合った方とかも、いやーヒロ君まだあの5
5年でしょう、これね10年超えてくるともう日本帰れなくなるよみたいなことを言ってたの今でも覚えてるんですけど、だまあこれは結構正しいのかもしれないです。じゃあどんなことがアメリカの生活と日本が違うのかっていうのをこうお伝えしていくと、まあ、例えばその年功序列っていうのはアメリカってないんですよ。とハワイなんでちょっと年功序列っぽい感じがあるところっていうのもありますけど、別に他のハワイじゃなくてもあります。ハワイってやっぱ日本に近いんでちょっと日本の文化と若干近いなって思うところってあるんです。まあ、だけどハワイじゃなくてそのまあメインランドっていう、まあハワイ以外のところっていうのはもうそこまでないんです。やっぱ 年功序列ってやっぱりアメリカってスキルに応じて給料が出るんで、やっぱり僕は個人的にはそっちの方がね好きです。だ他にも本当に友人の方だと事情とか話したりするんで分かるかもしれない、インスタとかそのフェイスブック YouTube だけ見てる人だったらちょっとねどういう風に僕のこと感じてるのかって分かんないんですけど、あんまねプレッシャーってないんです仕事に関して。なので生活はね今本当に気楽で楽しいです。だから他にもアメリカって生活が本当に自由なんです。 もちろん大変な時もありますけど、学生の頃のがね全然大変でした。で今はあんまりそのなんか研究業績が足りない、なんかこんなんじゃクビになるっていうそういうプレッシャーは僕はないんです。ある先生もいますけど、その場所によってはなのでそういうのがないんで、その研究費取らなきゃいけないとか、僕もだから大学帰ってそういうなんか研究すごい頑張るとこ行ったら僕もそういう焦りってあるかもしれないです。そういうのはないんで、まあだいぶ気楽っていうのはね言えるかなと思います。でまあもし、ね、海外に住んでみたいとか、まあ、アメリカ留学したいっていう場合だったら留学のガイドとか学費免除で留学するガイドとか、まあどういう風に英語で論文を執筆するのかっていうガイドはね、あの概要欄にあるんで、ね、よかったらね参考にされてください。でじゃあ4つ目に行きましょうか。4つ目はリタイアのビジョンが見えないっていうことで、これについてお伝えしていきます。で、まあ、僕って今36なんですけど、まあ、皆さんこれね平均年齢で言うと、まあ、24とか3とかあと、まあ、30代見てますけど、まあ20代の方っていやまだリタイアのこと考えないと思うんですけど、やっぱね36ってちょっとずつ考えるわけですよ。でも日本だと65で教員っていうのは引退って言うんですか、お疲れ様でしたみたいな。だからそれまで僕はあとじゃあ30年間ぐらいあると。でなんかよくあるのがその特任教授っていう風に残って、まあ、多分すごい頑張ったとか研究頑張っててまだやってほしいっていう人が多分そうなると思うんですけど、っていうのはなんか70歳まで残れて、でもその5年っていうのはなんか大幅な給料カットみたいなっていう感じでやるっていうのを聞くわけですよ。70歳からっていうのは貯金とか、まあ、今まで投資してたものとか、まあ、年金とかで生活していくと。で、まあ、自分って例えば日本で年金で納めてないんで、その日本に帰ってからじゃあこれだけ今から納めてももらえる年金ってまあ知れてると思うんです。20万かちょっと全然わかんないんですけど、ってなるとそんなんで生活できるのかとっていうのは結構大きいんですよ。アメリカって自分で引退する時を決めて、別に65でもいいし60でもいいし70でもいいし、まあ、別に80でもいいんですけど、自分のその時の生活スタイルとか感覚によって決めるっていうのは結構大きいじゃないですか。でアメリカで働いてるとその大学から年金っていうのはペンションって言われるんですけどっていうのがあったりとか、もちろん大学じゃなくてその年金があったりとか、まあ、ソーシャルセキュリティって言われるんですけど、例えばその大学にもそういう定年後に、まあ、例えばどれぐらい月にもらえますかみたいな、そういうのを話できるなんかコンサルみたいなのがいるわけですよ。そういう人と話してると思うのが、あ、じゃあ自分の給料っていうのは引退した後の方が高いんだなとかって思うわけですよ。なのでそういうのを日本に帰った場合ないんで、リタイアした後のプランとかを聞くとちょっと日本って僕大丈夫かなっていうのが正直ね思ったりするんで、でやっぱアメリカだとなんかここの場合はそのリタイアする前の5年間の給料が結構大事で、まあそれがねリタイアにまあ関係するっていうことで、まあそれによってもちろん給料が大きい人はリタイアの金額も大きいしっていう感じで、まあその教員がもらえるっていうのがあって、そういうのはねやっぱり結構大きいなって思うんですよ。まあ次5つ目に行くと、日本って僕の場合って結構帰国できるんです。例えば大学教員だと結構帰れるのがあって、まあ、僕は年に大体2回ぐらいはね帰ってるんですけど、まあなんかインスタ見てる方だと分かると思うんですけども、よかったら、ね、見てみてください。あの概要欄とかに貼っておきます。で、まあ、日本って僕も好きなんです。そのご飯も美味しいし、まあね友人とかもいたりするんで帰りたくなるんですよ。あとアメリカにずっといるっていうのもちょっとね暇だったりするんです。夏とかペンシルベニアから帰るのっていうのはすごい遠かったなって振り返ると思います。やっぱりニューヨークの方なんで。で
ューヨークだったらまだ直通で行けるけど、ペンシルベニアってね、行けないぐらいなんです。だけど、ハワイってやっぱりホノルルから7時間と。で、そこから僕のとこっていうのはハワイ島って75分、45分か。で、飛行機で帰れるんで、そんな遠くないっていうのもあって、なんかね、結構帰国できるっていうのは大きかったりします。だから、どれだけ帰国できるのかっていうことで、まあ本当に帰国ばっかりしたいっていう場合だと、夏に3ヶ月半帰れるわけですよ。年末年始に1ヶ月弱。で、本当に帰りたい場合っていうのは、春休みに1週間。11月に感謝祭、春休みは大体3月ぐらいに、まあ1週間ずつ帰れるんで、まあ結構4ヶ月ちょっととか、帰ろうと思ったら帰れるんです。僕そこまで帰らない。大体僕2ヶ月ぐらいは帰ってるかなと思いますけど、なので、やっぱりその大学教員って1年間で52週間ある中で、縛られてるっていうのが、秋学期のまあ15週間と春学期の15週間で、なので52週間の中の30週間は縛られてるけど、まあ残りの22週間っていうのは、まあ結構自由なんです。結構帰れるんで、ずっと帰国しようって思わないのも理由の一つだったりします。今日は大学院ではなく、まあ、アメリカの生活とか、まあ、人生設計みたいな、ね、話でしたけど、まあ、こういう話にまあ興味があるという場合は、ね、コメント欄からまあこんなこともね聞いてみたいというのね、ぜひ教えてください。そういう動画もね、大学院だけじゃなくて作っていきたいなと思ってます。で、まあこっちの動画ではアメリカで永住権を取るために、まあ誰でもできることっていうのを話しているので、まあ、海外移住にね興味がある方ですね、ご覧ください。それでは皆様 Daytube でお会いしましょう。 BB Talks and Peace。